方向あと 15m。 はい、まもなく103点到達します。はい、103点到達、一応終了です。私たち今船員の社会、今非常に少なくなってきてですね、高齢化もあってですね、あとそれから高齢化とともに若年層が増えてまして空洞化が起こってるんですね。ですのでそういった技術の減少とかそういったこともなかなか今うまくいかなくなってまして、それから先ほど言ったようにですね、ヒューマンエラーとかそういったことに対する、心配とかもあるわけですけど、この自動離着艦技術によってですね、そういったヒューマンエラーの軽減とかですね、それから空洞化によって技術の減少が行えなくてもですね、若年であってもある程度調整を補助してもらってですね、安心安全に離着艦できるというシステムになることを期待しています。